今日はちょっとミニ企画で、最近ちょっとスニーカーが破けてきたんですよね。2万数千円ぐらいしたなんかやつなんですけど、それがちょっと破けちゃったんで、買ってまだ2年目ぐらいですね。それで破けて、ちょっと新しいの買うのも尺なんで、ちょっと今日は修理をしてみたいなと思います。カナリア、札幌では有名な裁縫のお店です。まあそちらで店員さんに聞いて、ちょっと針とか糸とかどこにあるか全く分かんないような完全素人だったんで、ちょっと靴を縫いたいんですけどと言ったら、いろいろ集めてくれて、それでやってみたいと思います。はい。で、買ったのは、まあまずは針です。次は糸です。まあボタンとか縫う用らしいですね。でもまあなんかいいんじゃないかみたいなこと言われたんで、これにしてみてます。最後は使うか分かんないんですけど、ナイロンの補修シートとかいうものです。のシールでなんか貼れるみたいな感じで、まあ最悪縫い合わせられればそれだけでもいいかなって感じです。ということで今日の患者です。ナイキのスニーカーで、ここですね。歩くと靴が多分グッてこうなるので、そこで破けてくるんでしょうね。もともとなんかこういうつぶつぶの穴が開いているんですよね。多分これでこれをまあ連結してって破けていったみたいな感じだと思います。厚みもまあ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 あるんですよね。さて、とりあえず針1本と糸のビニール袋を開封してここまで来ましたが、何するんでしたっけ。まあ、まず糸を通すんですよね。よし、よし。とりあえずここまでできれば、あとは、まあ、多分この先余ってる糸の部分切って、あとは縫うってどうやってんだ。まあ、それはちょっと想像できませんが、とりあえずこう切って、こう一本になったところでやるんでしょう。多分。さて、縫っていきますが、いけるのか？どうなんだ？ちょっと切んないとほぐれてるからダメですね。またこうやってっていう感じし、まずはここを、でもあんまりギリギリにしすぎるとまたダメかもしんない。肩通るかこれ。通るにしても大変だな。とりあえず貫通はしました。じゃあちょっと続けてやっていきましょう。まず糸をこれ貫通させて糸を通すという作業が必要な気がしますね。でも意外とこっから先行かない
行かない、行かないんですよね。で、これを押してたら、糸が外れちゃった、ってな。ん？どうやるのがいいんだ。進みますね。ゆっくり、ゆっくりやれ、ゆっくり。力を入れる必要はないですね。じわじわと、ゆっくり力を加えていけばいいで。いきます。あ、いけました。ほら。ほら。あ、ちょっともう3回ぐらい、糸が針から抜けてしまったんで、結び方調べてたんですけど、まあ、玉結びと、まあ、玉結びなんですけど、なんかもっとかっこいい玉結びがあるみたいなんで、なんか、長めにとってぐるぐる巻きにして、なんか、うわーってやればできるぞみたいなやつなんで、ちょっとこれかっこいいですね。やるしかない。こうで、で、これをなんかぐるぐる見て、これを押さえた状態で糸を引き抜きますだって。いけたいけた。引っ張って根元まで、さっきのやつ、根元まで玉を持ってくることができましたね。過ぎだろうという感じはあるけど、ちょっと進めていきますか。しかしあれですね、人類はやっぱり糸とか糸をですね、糸をゲットしてから文明が発達したと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。布が、まずその布っていうのを作るのは非常に難しいですよね。なんかまあ布、いや、よくわかんないですよ。あまりきつく縛りすぎてもちょっと形が変になっちゃうかもしれない。針は焦っちゃいけないですね。ゆっくり、なんというか、ちゃんと角度とか力加減を意識しながらやるとスムーズに進むような気がします。とりあえず大まかに縫えれば、その先は補修の布もあるので。最初よりだいぶ目立たなくなってますね。まあ靴なんで、遠くから見て目立たなければいいかな。最後どうやって終わればいいんだ。中学校の知識だと、最後はどうやってやればいいかというと、どうやってやればいいんですかね。あんま覚えてはいないですね。痛いな。まあもう一周最後して、なんでこんなに刺さるんだ。刺さる方が難しいだろ、針なんて。くそ。
よし、これで終わりとしたいと思うが、まあいいんじゃないですかね。うん、とりあえず穴を塞ぐという作業はこれで、次のフェルトという作業、フェルト、うん、接着で布を貼るという作業はうまくいくかは分かんないですけど、うん、材質合わなかったらちょっとやりたくないしね。ちょっととりあえずこれはこれで最後結んで終わって次に挑もうと思います。もう30分ぐらいかかってます。では最後は、うん、まあなんともわかりませんが、うん、まあとりあえず歩くたびに穴が開いたりとかはしにくくなりましたね。さて、補修シートのやつですが、靴に対して、まあ、これぐらいの大きさの補修シートをちょっと切ってみました。どうですかね、なんともマッチするとは思えないんですけど、ダメだったら剥がしましょう。こんな感じで、どうでしょうね、素材的に。ちょっと目立つかな、キラキラしてますね。反射で分かっちゃうな。ちょっと汚しが必要な気がしますね。まあいいでしょう。とりあえず補修作業、これでどうかな。まあちょっと目をつぶってしばらく履いてみて、個人的気になるようだったら剥がして、使いましょう。まあいいんじゃないですかね。パッと見、前パッと見でもなんかこの白っぽくなってて穴が分かりましたからね。それに比べたらだいぶマシでしょう。うん、ということで今日は完了です。むちゃくちゃ時間かかってむっちゃ疲れましたが、まあ新しいことやるのはいいんじゃないですか。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。